はい、こんにちは。末端冷え性の漁師、甘井です。もうすぐホワイトデーということで、妹になんかお返しをしなきゃなって時にいいものいただきました。こちらです。はい、こちらの箱に入ってます。じゃあオープン。じゃーん。はい、ブリです。このブリ、ただのブリではございません。今回ですね、愛媛の宇和島プロジェクトさんが提供してくださいました。見て見て、チョコブリです。はい、じゃあちょっと箱から出してみますね。よっ、よいしょ。丸々超えてますね。体高もすごい高いし。はい、こちらのチョコブリ、どういうブリかと言いますと、餌にチョコレートを配合してあげてます。で、カカオポリフェノールの抗酸化作用により鮮度が長く持ちます。で、魚はチョコってなるかもしれないんですけど、まあ、チョコレートのその香りとかはしないらしいです。で、妹が夕方の5時に仕事から帰ってくるので、それまでに仕上げないといけません。妹の出演料は5000円です。もしこれで再生回数伸びんかったら、俺は妹をぶっ。じゃあ今日はこのチョコブリを使って刺身と照り焼きとカルパッチョ風作っていきたいと思います。レッツゴー。はい、じゃあまずは鱗を落としていきます。ちなみにチョコブリはコメント欄で URL を貼っておきますので、そちらからどうぞ。で、多分 4,5 キロなんですが、これぐらいのサイズだったら金出しで OK です。いきます。水かけながらいこう。ほら、十分落ちてるでしょう。で、これをまな板の上に、よいしょ。はい、じゃあやっていきます。いや、この手のサイズさばくの久しぶりなんで、ちょっと緊張しますけど、まずこのエラの付け根を切っていきます。こっちも切る。で、切ったらここから包丁入れてお腹を裂きます。よし。わっ、すごい内臓脂肪ですこれ。うわあ、めっちゃ脂乗ってますね、ほら。で、これが心臓です。これも食べます。じゃあこの膜とかを取って、で、エラも取って。おろろろ。で、エラ取って、で、内臓も一緒に取っていきます。すごい油だな。なかなかここまでの油のは見たことないですね。はい、こんな感じで取れました。めちゃくちゃすごい内臓脂肪です。まるで大事件みたい。洗います。で、お腹とかをササラで洗います。はい、じゃあ洗えました。お腹の中も綺麗です。はい、じゃあ次は頭を落としていきます。いい頭が落ちました。じゃあもうついでに割りましょうか。頭を割っていきます。はい、割れました。で、これは炊いて食べます。はい、じゃあいよいよ三枚おろしです。この手のサイズは久しぶりで緊張します。じゃあやっていきます。ここら辺から包丁入れて奥で引いていきます。で、開いて包丁入れていく。あ、下行っとる。うわ、脂がドゥルドゥルや。で、尻尾の方行きます。よし。ああ、ボロボロなったけど、いけました。で、こんな感じですごい油もしっかり乗ってますね。じゃあ反対。反対も下から入れて。反対は下から入れてやね。で、中まで行ったら返す。で、スーッと。中までいったら引く。で、切る。はい、こんな感じ。
はい、じゃあ3枚におろせました。ちょっと一旦のけて、で骨に身がついているので骨の身もしっかり取ります。リカバリーですね。ちなみにネギトロの名前の由来は、ここからまあ身からネギ、骨からネギ取るから、ネギ取る、ネギ取り、ネギ取る、ネギ、ネギトロらしいです。コメント欄で教えてもらいました。はい、これだけの身が取れました。これも食べます。はい、じゃあ次にカマを取ります。美味しそうなブリカマです。大きめに取りました。これも塩焼きかタクかして食べます。でもう一個も。はい、じゃあ次は腹骨を引いていきます。お、腹骨引くのはうまくいけた。よいしょ、ちょっと残っとるわ。当然油たっぷりのここも炊きましょう。でもう片方もやっていきます。よし、でもこの美味しそうなハラボ見てください。これ超大トロの部分ですね。ここをちょっと刺身で食べてみようか。皮引いて、でこの腹の皮を取ります。ちょっと醤油をつけて、めっちゃついたちょっとじゃねえ。でいただきます。うんうんうん、抜群に甘いですね。めちゃくちゃ甘いし、なんか、うん、そんなくどくないって書いてたんですけど、確かにくどくがないって感じ。今飲みすぎでちょっとお腹壊してるので、ノンアル。はい、じゃあ次は血合い骨を取っていきます。これの上、でこれは切って炊いて食べます。美味しいです。はい、じゃあもう一個も。はい、完璧。はい、身だけになりました。ここまでなったら、せーの、バットゥー。まあ全部も使わないので半分はサランラップして冷蔵庫に入れておきます。はい、じゃあまずは照り焼きにする部分を切っていきます。どうやって切るんやろ。4つぐらい作っとこうか、みんなのと。よし、はい、じゃあまあ適当に切りましたが形にはなってます。4つ切りました。まあ角と5つ。はい、こんな感じで皮を引いていきます。皮はなるべく端の方からギコギコして入れて、よし、でこんな感じで、もう1個もやっていきます。よし、はい、あれ全然銀が残ってない。これ銀が残っとった方がうまくできてます。じゃあまずお刺身切っていきます。で豪快に盛り付けます。よし、はい、シソを買い忘れてしまったのでこれで刺身の完成です。うん、そしたら次はカルパッチョ風だ。もう切り方がわからねえ。こうかな、切るよ。いい、でも大きすぎでしょ。あんまりでかいからここでちょっと成形しよう。こんな感じでいいかしら。結局クソでかいけど、まあ妹が食うからいいな。今ちょっとここ足りないですけど、これはこれでいいのです。で取り出したるは手摘みベビーリーフ。
はい、で洗ったこちらの水気をきれいに取ります。でこのお皿の中に入れていこう。でレモンでも切って、でここにだましレモンをのせます。レモンだましのカルパッチョ完成です。はい、じゃあ最後に照り焼きを作っていきます。でフライパンに油を引いて熱します。で温まったら並べていきます。でまあ軽く表面を焼き上げましょう。で軽く表面が焼けたら裏返していきます。蓋をして火を通します。ヘイシリ、タイマー5分。タイマーを5分にセットしました。じゃあ蓋を開けて調味料を入れていくぜ。醤油1で、なんとですね、照り焼きなのにみりんがないっていう危険事態です。で酒ちょっと、で多分全く別の食べ物になると思うんですが、すし酢をちょっと入れてみたいと思います。で砂糖を加えます。今日はちょっとダメですね。料理の勘もギャグのセンスもちょっとダメだな今日は。多分自分のためじゃなく妹のためだからかもしれませんね。でまあ、最後にアルコールを軽く飛ばして完成といきますか。よし、これで完成。はい、そしたらお皿の方に並べていきます。普通に見た目は美味しそう、てか味は悪くないと思います。でまあソースはちょっと甘すぎるので軽めにかけます。で気取って葉っぱでも添えてあげましょう。はい、ブリの照り焼き完成です。小通り刺身んカルパッチュー。はい、それじゃあチョコブリ3種の神器が完成しました。じゃあ夕方まで妹を待ちましょう。はい、じゃあ妹が帰ってきました。バレンタインありがとうございます。はい、出演料の5,000円ありがとうございます。これこれうまそう、めっちゃ。はい、でカルパッチョ風には小豆島さんの超高級オリーブオイルをかけます。合わない可能性があるから端っこちょっとだけ、いいか、合うやろ。普通ドレッシングじゃない、小豆島やで。はい、じゃあ食べてくれ。いただきます。どれから食べようか、普通の刺身から食べようか。声が小さい、声が、声をもっと張ってくれ。どれから食べようかな。刺身からでいいんじゃない。それはチョコブリといってな、チョコレートを食べて育ったブリなんだ。どう？めっちゃうまい。よう油乗っとるやろ。うまい。よう合う？オリーブオイルはあんまりか。オリーブオイルってあんまりやしな。オリーブオイルが苦手なのか、うん、でも美味しい。美味しい、うん、じゃあ照り焼き、それよりなこっちの方が脂乗っとる、うん、そこら辺の方が、それはあんまりやな。お腹の方がみりんがなかったから微妙やけど、うん、うまい。何でも食べれる。うん、食べて。たまに。どれが一番うまい？刺身か。ああ。ね、お兄ちゃんもいただこうかしら。視聴者さんもお兄ちゃんも待っとるやろ。気持ち悪い。じゃあちょっと刺身食ってみます。まあ食いたいけどな。うん。うまいな。なんか若干柑橘っぽいやろ。レモンの風味というかさ、レモンのってるわけじゃん。いやいや違うんやって、全部全部柑橘系の香りがする、入っとんかもしれん。みかんぶりみたいな、うん、どこなの
チョコ。これ愛媛県のチョコブリ。やっぱみかんブリみたいなの。みかんハマっちゃったから。なんかあるな。うん。今だれちゃんお刺身だよ。無事かい？無事だよね。よし、ちょっとならんの。じゃああとはゆっくり食べてください。ありがとうございます。では一旦ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。じゃあエンディングどうぞ。何エンディング？いや、なんか言うて。ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。イエーイ。さよなら。